万有演説は、1891年12月に、第2回帝国議会で行われた、河山助則海軍大臣の演説。薩長反別政府の正当性と、民党批判を力説し、民党側の強い反発を引き起こして、衆議院を改ざんさせる一員となった。1891年11月、第1次。 松方内閣が翌年の予算案を帝国議会へ提出したが、これは海軍官邸建造費275万円、成功書設立費225万円を含む全年度費約650万円増となっていた。この予算案に対し、民党は前の第一次、山形内閣時からの主張、民力休養、政費節減を継続した。 そして海軍内の好奇粛正がなされなければ予算は認められないなどとして海軍官邸建造費、成功書設立費を含む約800万を削減した予算改定案を出した。海軍要求を無視するこの改定案に、河山会長が月光12月22日の衆議院本会議で、佐長政府とか何、政府とかことっても、強国のこの安寧を保ち、保 4000万の政霊に関係せず、安全を掘ったということは、誰の効果である。という演説を行い、殺蝶反発政府の正当性を主張するとともに、民党の海軍、政府批判に反論した。民党の経費削減方針を真っ向から否定する。この演説の結果、民党側議員が猛反発してその場は、大混乱となった。その後、 民党の政府への反発が強まり衆議院で改定案を原案とする予算案が可決された。このため、松方正義首相は12月25日に衆議院解散を初めて行うこととなった。初期議会における、薩長政府と民党の対立を示す事件である。国務大臣国体に対してどれほど国権を汚したことがあるか。 そういう今日事業を見ずにしておいて、いたずらにただ目前のことをもって1億2000万を使用したというは、本大臣において意外1000万のことである。そういうことをもって、今日海軍大臣が不信用だと言っては、かくては帰ってことの事実を損ない、ことの、すなわち、虚毛のことを連ねて、海軍大臣が不信用であるというのは、自ら不信用を招くのゆえんではないのか 分かった話であるじゃろう。そこでさ、今日この新事業の新事業2件を削除せられたというもときは、このごときの事件より起これり、このごとき自由によって削除するということなれば、本大臣において、遺憾千万である。この南海の役を経過してきた海軍であって、今までこの国権を汚し、海軍の名誉を損じたことがあるか。かえって国権を拡張し海軍の名誉を施したことは、 幾度かあるだろう。四千万の人民も、そのくらいのことはご記憶であるだろう。先日、井上角五郎君が四千万の人民は八千万の目があると言うた。四千万の人民で今日幾分か不具の人があると、見ても一千万人の目はあるだろう。その目を持ってみとなれば、今日海軍を今のごときことに見ている人があるであろうか。 このごとく今日この海軍のみならず、すなわち、現政府である。現政府はこのごとく、内外国家多難の観難を切り抜けて、今日まで来た政府である。殺鳥政府とか南政府とか言っても今日国の、この安寧を保ち、四千万の精霊に関係せず、安全を保ったということは、誰の栗木である。はなはだ、お笑いになる、ようのことではございますまい。 どれほど倒れかつ排出になり、実に戦火に対して我が配信だ時には、面目がない。それによって、今のすなわちこの軍艦製造費、この成功諸説率,率の件について、このごとき理由より削除したということなれば、本大臣において決して、不満足に考える。他に理由があればよろしい。よくお分かりになりましたろう。議長海軍大臣にちょっと申しますが、 海軍大臣主義の起こるところをただいま申したので、ある。議長海軍大臣に申します。この時議長号鈴を鳴らす、海軍大臣職によ、職によ。この時議長号鈴を鳴らす、議長の命令に従わぬかと呼ぶものあり、無礼千万と呼ぶものあり、海軍大臣に退場を命ぜよと呼ぶものあり、帝国議会を何と思うと呼ぶものあり、退場せよと呼ぶものあり議場圏そう 議長またご鈴を鳴らす海軍大臣演談を降りる議長静かに衆議院第2回本会議第20号ありがとうございます